海上自衛隊潜水艦の AIP スターリングエンジンをやめた理由について、今回は詳しく見ていきたいと考えます。世界一とも言われる性能の潜水艦を建造できる日本。次の動力源は、水素か、はたまた、ディーゼルか、水素と電池のハイブリッドに変わるかも。海上自衛隊の最新鋭大型潜水艦、ワクゲイが、中期防衛力整備計画、26中期防に基づいて、2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として、兵庫県にある川崎重工業神戸工場で、2019年1月25日に起工され、2021年10月14日、同工場において挙行された命名、進水式を終え、日本の建造数も、毎年最新鋭の潜水艦が、次々と就役している。これから、最新鋭潜水艦に、リチウムイオン電池が、なぜ、搭載されたのか、詳しく説明していくのだが、他の次世代電池に関しても、採用予定だったのか、納得のいく結果を期待して、以下を読んでもらいたい。もともと、海上自衛隊潜水艦の謎は山ほどあり、艦隊に使用されている合材から推測すると結構深く潜れるのではと思ってしまうが、実際のところ機密情報であるので、結局は想像に終わってしまうのが現状である。世界的に見ても、潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは、非公表かつ最高機密に値するため、その実力は推測するしか方法はないわけだが、通常動力潜水艦では世界最高水準にあると海上自衛隊潜水艦について推定されている性能諸元を紹介していくとしよう。海上自衛隊の最新鋭潜水艦、タイゲイ型以外でリチウムイオン蓄電池を搭載して就役済みなのは、双竜型潜水艦の11番艦、王竜、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦、東竜、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻となっている。双竜型潜水艦の諸元で分かっているのは、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦で、10番艦、双竜までは、非大気依存推進、AIP である、スターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式だということである。前とした、王竜と、東竜の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式を採用して、リチウムイオン蓄電池が搭載されており、双竜型潜水艦の、当初の計画では、潜航中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたことは、世間一般的には、あまり出回っていなかった。検討していた燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことであり、通常の乾電池などを指す二次電池と違って、様々な燃料を補充することで、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面で研究が進められているものである。防衛省傘下の防衛装備庁、旧技術研究本部では、当初、ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討していたが、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素、水素型電池の開発に方向転換して、実用化にこぎつけたわけだが、潜水艦搭載にあたって燃料となる液体酸素の取り扱いへの不安を払拭することができなかった。このような経緯から、双竜型潜水艦に対しては、AIP であるスターリング機関の搭載を決定し、当時の技術研究本部では、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を着々と進めていた。リチウムイオン蓄電池のメリットは、鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロで、エネルギー密度が2倍以上、かつ、
1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数ができるようになり、その充電時間も短く、放電による電気容量低下が少なく、長時間の効率放電が可能であることなど、海底で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができる。このリチウムイオン蓄電池を、双流型の5番艦、瑞龍から搭載する予定であったが、大鯨型から搭載することになり、結局は、前途した11番艦、王龍から搭載されることになったというわけである。搭載するにあたり、双流型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法と、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法の2つが検討され、比較すると、後者の AIP も含めて置き換える方が、コストは高くなるが、水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなるという結論から全置換することが採用された。リチウムイオン蓄電池を採用することによって、様々な面で高性能となったと思われがちであるが、実際のところ、スターリング AIP システム搭載艦と比較すると、軸馬力が8000馬力から5600馬力に落ちている。このことから、王龍、東龍に関しては、10番艦までと比較すると、水中における瞬発的最大速力は、単純に20ノット時速37キロから18ノット時速33キロに低下しているという計算になるが、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを発揮できるのがわずか5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せない。それが、リチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたって、持続的に高出力を発揮することができるため、王龍、東龍の連続潜航時の水中速度は、2ノット増しの18ノットを維持することが可能で、さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが、1ヶ月に伸びている。確かに半永久的に潜航できる、原子力潜水艦と比較すると、物足りないと思うかもしれないが、結局、人が乗り組んで運用する以上は、半永久的といっても、食料の補給や、乗組員の休養のために、定期的に浮上しなければならなく、1ヶ月の連続潜航時間が可能であれば十分と言えるだろう。以前の、双流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のために必要なシュノーケル航行時間が、5から7時間は必要であったが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電により、2から3時間で、フル充電が可能であるため、作戦運用上のシュノーケル航行時間が、大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されることにつながっている。加えて、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、双流型では、AIP のみの潜航も可能であるため、シュノーケル航行をせずに潜航することもできるが、単独 AIP の水中速度は5ノット程度になってしまい、第二次世界大戦時の潜水艦並みであるため、実用的とは言えない。実際に、潜水艦の最大潜航深度は、最高機密とされるスペックであるため、防衛省が公表したわけではないが、双流型の潜航深度は600メートルから700メートルと予測することもできる。さらに言うと、双流型の艦隊には、NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使用されているため、理論上は、1000メートルの水圧にも耐えられるので、最大潜航深度900メートルまでは可能だとも見られている。なぜ、このような予測が立てられるのかというと、海外製通常動力潜水艦の輸出タイプのものは、
スペックが概略公表することが義務付けされており、最大潜航深度においては、ロシアのキロ級潜水艦で300メートル程度、ドイツの209型も300メートル、214型でも400メートル程度と記載されており、原子力潜水艦は500メートルから700メートルが一般的で、アメリカの高性能原子力潜水艦、シーウルフ級で900メートルから1000メートルと言われている。また、米海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦で最大潜航深度600メートルと言われていることから考えても、双流型や次世代の大鯨型の最大潜航深度、推測は原子力潜水艦と比較しても遜色がないため、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できる性能を持っていると言っても良いだろう。そして、潜水艦において最重要性能である静粛性においても海上自衛隊の潜水艦もクルーも世界でトップクラスであり、ただでさえ騒がしい人種が乗り組んでいる中国原子力潜水艦と比べてはるかにスペックが優れていると断言しても良い。